さんと太田芳明、荒木、またぎからカットイン、左足打ちに行く、荒木フィニッシュを決断したことが先制点につながりました。ジュビロ、ここは荒木の良さが出ましたね。少し強引なマネラの仕掛けだったんですけれども、打つことによって、溝口に当たってコースが変わったんですよね。高崎か、シュートブロックついていたのが溝口、その後ろに高崎、ね、しかしやっぱり自分の持ち味をあの場面で生かす、はい、最終ラインからもセットして、ゴール前に